写真を撮るのはあの生活の中でこう撮っていけるんですけど片付けをしてる時に物の配置が変とかそれとかあのいつも散歩している場所を必ずこの場所を撮るようにするとかでこう生活の中にこう制作っていうのは挟み込めるんですけどそれだけだとやっぱりこう。 形にならならいいと言いますか写真を形にする時っていうのは因果種かインクジェットか、えー、とレーザーそれからあの印刷機にかけられるようなものでなると大体平面なものが多いんですけどそういう平面になるとか機械の幅があるとかあとはあのプロセスが撮影プロセスから形にするプロセスの時にものすごいこう 自分を飛び越えていって人に委ねる作業になるというかっていう特色があると思うんですけどなんかそこの部分をそこの部分ってこう生活からすごい離れてる離れていってしまうんですよね。例えば UV 印刷するってなったら業者さんにお願いして印刷してもらったものを受け取るっていうふうになるんですけどそれはなんかあのうんかなり 自分のこう身の回りの届く範囲から離れていってる気がしてどうしようかなっていうのがすごい悩みでそれで展示とかであの形にするときにそこの距離をどう埋めようかというかその遠さみたいなのをどうやって自分のこう家の,家の中っていうんですかねに引き込んでいくかっていうのをなんとかこうしようとするっていうのが 制作方法になります。陶器を使ってみようかなと思っています。その結構今までがインガッシュを使うかインクジェインガシを使うかインクジェットか有夫印刷かっていう印刷方法が多かったんですけど、やっぱり家から離れる家庭があるっていうのと耐久性っていうんですかねやっぱり。 イン鑑紙もあのインクジェットも UV もだん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 こうんですよねでそれを乗っけているものって紙であったりとか、えーとまあ、布だったりアクリルだったりもガラスもできるんですけどさらに他の材というかも他のなんかものにのっけて けれないかなっていうのがありまして。それで家の中でできて家庭的な代物で。えっ、ー、と耐久性があって、それでまあなんとか写真を載っけられるんじゃないかっていうので、今陶器を使ってみようかなと思っています。生活の写真自体がその道具としてかなりこう。 生活のいろんなところにいろんな形で関わっているような道具なのでやっぱり乗っけるものとか乗っけるプロセスっていうのも生活の中での道具にできるだけ関わっているようなプロセスがいいなっていうのがあってまあ皿とかあのタイルとかっていうのはすごい歴史が古いし人間の生活とともにこうずっとその横にあったものだから使ってみたいなと思っています。 私の場合はあの発表の形式がギャラリーでやることが多かったのでそれで販売が販売が主体の発表が多かったですなので大体作ってきたものは多分販売の形式になっているなってい,るいますねはいまだガーディアンガーデン っていう名前だった頃にあのセカンドステージでさせてもらった「あのパイプちゃん人々ちゃん」っていう展示があったんですけどその展示は結構天気で写真を展示することの自分が作品を作って人前に出すっていう行為自体の正当化できることって何だろうというかなんでこう自分で考えたものを人前にこう見てくれ って言え,る言えるんだろうっていうこの厚かましそうな感じというんですかねそれをもう正当性ってどこにあるんだろうというか根拠ってどこにあるんだろうっていうのを、えー、と考えた展示だったんですねでその時にそれまで写真をメインに使ってたんですけどもう写真もまあ置かなくていいだろうとで作品と言えるものも置くのをやめようとで人 人のリレーの中でこう参加していただいた方が10名ぐらいいて10名の方の中でこう少しずつ作品的なものをこう周りから作っていくというかそういうのをやってみた展示でその時に初めてこう他の人にお願いするっていうこととそれからあのテキストを書いたんですね。あの えと展示が決まる過程と制作過程と展示のギリギリまでの話っていうのをとにかくこうそのまま裏を垂れ流そうみたいな感じで正当性の裏側っていうものがどこにあるのかっていうのを考えようとしてずっとそれをこう文章にやっていることやお願いしたことや考えたことを文章にしていくっていうメモ書きのようなテキストを作ったんですけど。 なんか、その時が、ちゃんと写真のことをやろうとして、写真がそこにないっていうことができた気がして、それがなんか、自分の幅が広がるすごいきっかけになった気がします。多分一番最初は、漫画家が憧れて、 で漫画は書くのをすごい小さいところに書くんじゃないですか。であ、多分そ小学生とかの頃なんですけど、書けないぞってなるじゃないですか。じゃあ、絵なら書けるぞ。あの、コマがでかくなる分書けるぞってなるんですけど、それはもう,うまくはないじゃないですか。 多分それぐらいがアーティストになりたいって思ったきっかけぐらいだと多分思います。漫画家いいな、漫画いいな、みたいな。で、漫画難しいから画家いいな、みたいな感じで画家への憧れみたいなのがありました。普通で、えー、好きなことは 車とかでしたねはいでも今も好きかもしれないですはいあの学生時代は普通の大学に通ってでそれで途中で写真をやり始めたんですけどその時があの雑誌ブームといいますか雑誌が情報源の当たり前の時代だったのでスタジオボイスとか バウっていう雑誌があったんですよあとなんかそういうちょっとカルチャー誌からちょっとくだらない方ぐらいの雑誌をよく見ててそれで古本屋によく行っててとにかくそういうくだらなそうな雑誌を見て一人で笑ってこらえられないみたい笑ってしまうみたいな。そそれでその時あの 川内凜子さんとか早苗正文さんとヒロミックスさんがこう活躍し始めててでそれでそうか写真っていうのを使えばあの絵画が描けなくても制作ができるんだって気づいて写真をこうやり始めたっていう感じです。佐内ささんんとか川内さんの 撮ってる感じでまあその多分反反のバックグラウンドに考えがあってでそれでカメラを持ってて何かに出会ってシャッターを押すと思ってるんですけどその頃はやっぱそういうなんだろうそういう写真のあり方みたいのをこう 写,写真への向き合い方で写真を撮ろうとしてたんですけど今はどれだけ生活の中でいい加減に撮れるかみたいなのの方を今はこうやろうとしてるのかなという気はしなくもないです、はい、子どもの学校のサイクルに合わせて生活しているという感じです なので月曜から金曜までを仕事と制作とかに充てて土日は家族と過ごすっていう感じで過ごしています20代とか30代の頃は割とこう仕事中心でその朝から夜中までずっとこうやって気が向いたらこう 別のことをするというかそのずっと仕事をしてたんですけど仕事と制作と仕事はあの撮影の仕事をしたりとか画像処理の仕事をしたりとかでえやっててそれでなんかあああ家族ができてからようやくこうなんですかね生活の方をこうメインに切り替えたというか。 えっと、例えばなんですけど、今朝、朝この世話をして、夕方にこの世話を、が始まるといいますか。なので、その、最初と最後がすごいはっきりしている感じなんです。で、その間に、仕事をする、その、撮影をする、制作をする、みたいなのが、こう、 で家事をするとかがどのどの入れ子になって入っっててくるっていう感じに今はなっていてなんかなるべく生活せいや生活ってなんだろうなっていうのと日常ってなんだろうなっていうのをすごい考えていると言いますかその言葉の内側に何があるんだろうみたいなのを探っていくのが好きで今はとにかく生活 ザ・生活みたいなくくりを作ってその中にこう全部入れてどうなるのかみたいな感じ感じがワーク・ライフ・バランスなのかなっていうかそのできるだけぐちゃぐちゃに混ぜてみるみたいなところが今はあ,のあります。 できるだけ余計なものでありたいのがやっぱ余計なものであってほしいっていうのがすごいあってやっぱりアートマーケットのすごい上の方といいますかすごいところではすごい金額で取引されてるでもかたやこうは別に発表しなくても作り続ける人もいるっていうすごいいろんなグラデーションがあると思うんですけどアートの中での価値観みたいなのが 評価軸というか、アートの中の評価軸っていうものが一つになってほしくな,ないといいますかなのでどこまでもこうどこまでも余計なものといいますか逃げていくものみたいなこういうもんだよねとかこういうものがいいよねとかっていうのが決まりそうになると次々こう余計な方へ無意味な方へ逃げていくようなものであってほしいっていうのが。 あります。まあ自分あくまで自分の中でなんですけどもうちょっと生活とか趣味とかあの家庭内のものっていうのがメインの軸になった評価軸みたいなのからアートっていうものを考えられてもいいんじゃないかと思っていてまず自分の生活とか家の中の出来事と だからそういう方からの評価軸の制作だったり発表だったり活動ができるようになってったらいいなと思います。今回はあの冬季をずっとあの冬季やってみたかったんですよ何年も。やってみたいなやってみたいなって思ってたら。 そのやり始めたので人ってやるんだなっていうかその変わるんだなと思いましたはい <laughs> やらないと思ってましたのでよかったです